Hello, it's Misaki, and here's another What I Eat in a Day video. ビーガン歴5年になりましたアメリカ在住の Misaki です。今日も一日の食事と取れた栄養素をお見せします。朝はいつも通り抹茶ミルクを作ってます。朝に大切なお仕事とかやってしまうことが多いので、抹茶を飲むと集中できるような気がしています。美味しいですしね、日本人って感じがしますはい、そしてこちらランチです。ブランチかな。納豆は最近手作りできるようになりまして、大量に好きなだけ食べられるということになってます。アメリカ人の夫も食べれるようになりまして、よく2人で朝は納豆を食べてます。イントロで言い忘れてしまったんですけれど、このチャンネルではヴィーガン栄養学と海外の栄養科学研究の情報をお届けしておりますので、そんな情報が欲しい方はチャンネル登録とベルボタンをクリックお願いします。この納豆丼の横にあるのは揚げ豆腐を味付けしてカリカリにオーブンで焼いたようなお料理で、アメリカアジアン風な味なんですけど、とっても美味しいです。そしてアボカドを入れます。あと最近はニューチューショナルイーストっていうチーズ風味の調味料をアボカド丼に入れたりしてます。コクが出て美味しいです。あと豆のドレッシングも最近自分で作るようになりました。添加物が入ってないのっていいですよね。その後、ランチの少し後だったんですけど、生姜とリンゴ酢を入れた飲み物を飲みました。お茶みたいな感じで最近飲んでます。生理が近い時とか女性にはとてもいいみたいです。お生姜って確か唯一 PMS 生理前の症状を和らげるという効果が認められている食材だったと思います。そしてこちらが使っているリンゴ酢です。リンゴ酢はこの Mother っていうのが入っているものを必ず選びます。小さじ2ぐらい入れてます。お湯を入れて完成です。こんな感じで体の中から温まるお茶飲み物になりました。はい、それではこちらランチの栄養素、今回はお食事をご説明するたびにマクロだけご紹介して、一日の終わりにマイクロニュートリエンス、すべてのビタミン、ミネラルなどなど細かいものをご確認いただけたらと思います。まずは630キロカロリーのランチでございました。プロテインが 32g です。アルコールは納豆のドレッシングから来てると思います。ちょっと脂質が多めですね。納豆とアボカドから来てると思います。私は大抵朝に抹茶ラテを飲んで、その後ブランチを食べてお仕事をしてから夜ご飯というパターンになってます。なので一食足りないように見えますが、栄養はきちんと取れていますので大丈夫です。それでは今日のとっても適当なディナーの様子をお見せします。朝にですね、スムージーを飲むのが日課なんですけれど、この日は飲んでいなかったので、飲みたいなというふうに思って作ったんですけど、飲んでみたらなんか朝ごはんの味がするんですよね。それからこちらはピント豆のスープでございます。夫の母に作ってもらったものです。こちらも夫の母手作りスパニッシュライスでございます。これ以外にもメキシカン風のワカモレ、またアボカドで作ったものなんですけど、それとあとリンゴも少し食べていたみたいなんですが、うっかり写真を撮るのを忘れてしまっています。すごい色ですねこれ。まあ美味しかったですし、栄養も取れてますからいいですよねこちらがディナーの内容になります。全部で769キロカロリー、結構カロリーはありますね。プロテインが 31g、 炭水化物が 97g、 脂質が 14g になってます。続きましてデザートです。じゃじゃん、ヴィーガンのチョコレートケーキです。休みの日に弟2人で遊びながら作ったんですけれど、結構うまくできまして、濃厚で美味しいです。卵とか牛乳とかはもちろん一切入っていないです。代わりに豆乳やココナッツミルクなどを使って作りました。はい、それではデザートのマクロニュートリエンスを見ていきましょう。303キロカロリーありますね。脂質は 59%、ケーキですから仕方ないですよね。はい、デザートはこんな感じでございました。はい、ではお待たせいたしました。本日摂れたすべての栄養素をお見せします。今日は1786キロカロリー摂りました。プロテインは 76.7g 摂れています。やっぱり脂質が多めですね。アボカドちょっと食べ過ぎたのと、あとケーキ
にココナッツオイルが入っていたのが原因かなと思います。まあたまにはこういう日があってもいいんじゃないでしょうか。続きまして、ビタミンとミネラルです。ほぼ全部 100% いってますね。 500% とか、あ、バイタミン K とかは 900% ぐらい取ってますね。はい、100% いっていないものをちょっと確認していきましょう。 B5、 これは多分ブロッコリーとかマッシュルームとかを食べていたら 100% 軽くいったんじゃないかなと思います。続きまして、フォレイト、これは葉酸ですね。赤くなっているのは400マイクログラム以上取ってしまっているからで、葉酸は1000マイクログラム以上を取ってしまうとインスリン抵抗性が上がったりしてしまうということが知られています。なのでこの日はちょっと取りすぎですね。次の日は葉酸は控えめにするなどして調整していこうと思います。そしてビタミン D、 私は外にあんまり出なくて光からビタミン D をもらえないので、サプリで取っています。ミネラルも大丈夫ですね。セレニウムは 86% 取れていますが、一応週に1回ブラジルナッツを取っています。セレンはブラジルナッツに多く含まれているので、週に1回1粒食べれば1週間分をカバーできます。続きまして、カーボハイドレート、炭水化物、リピッド、脂質、プロテイン、タンパク質の詳細です。まずは炭水化物ですね、全部 100% いってますね。ファイバーというのは日本語で食物繊維なのですが、日本人やアメリカ人の平均的な食物繊維摂取量は 15g というふうに言われています。それに比べて取るべき目標は 25g、 今回の私の食事では 65.4g 取れています。次、脂質ですね。特に気にしているのはオメガ3とオメガ6のレシオ、バランスなのですが、今回は 464% 対 101% なので 4.5 対1という感じでとてもいいんじゃないでしょうか。ちなみに一番下の方にコレステロールって書いてあるんですけれども、これはコレステロールですね。私たちのケーキのレシピの中には動物性のものが入っていませんので、コレステロールは 0mg です。次にタンパク質です。これはもう申し分ないですね全部きれいに取れてます。タンパク質は本当にどこにでも入っているので、オイルとかには入っていないですけれど、全ての植物に全種類の必須アミノ酸が入っていますので、普通にプラントベース、ヴィーガンの食事をしていればプロテイン不足になる、タンパク質不足になるということはほとんどありえません。はい、というわけでこちらが私のこの日の食事でございました。少し B5 が、100% にいかなかったり、あとフォーレイ、葉酸を取りすぎてしまったことがありましたけれども、他の栄養素は全てバッチリ取れています。こんなに結構適当な食事をした日でも割とバランスよく栄養が取れるのがプラントベースダイエットです。いかがでしたでしょうか。ご自身が取れている栄養素が気になる方は、私が使っているクロメーターというアプリを絶賛します。おすすめします。いろいろ見れて本当に勉強にもなりますし、面白いですよ。それではこの動画が面白かったと思ったらグッドボタンをお願いいたします。このチャンネルではヴィーガン栄養学と海外の栄養科学研究の情報をお届けしておりますので、そんな情報が欲しい方はチャンネル登録とベルボタンを押してもらえたら嬉しいです。何かヴィーガンについて質問や動画の感想があればコメント欄でお話ししましょう。こんな動画作ってほしいよなどのご意見もお待ちしております。最後までご視聴くださりありがとうございました。素敵な一日になりますように。 Thank you so much for watching and I will see you guys in the next video. Have a happy day. Bye.